PPAP。今世界の最先端流行といえば、誰が何と言おうと PPAP ですね。PPAP とは、ペンパイナップルアップルペンの略。芸人の小坂大魔王扮するピコ太郎氏の代表曲です。8月の終わりにアップされた動画が、ジャスティン・ビーバーの影響もあって最近大流行中なのですよ。でもさ、みんな知っての通り光菜さんって流行の先駆けを生きる天才じゃん。動画アップされた直後から注目してましたからね。なんでここで子さんアピールするんだよ。インターネットといえば、パクってなんぼの世界。すでに大量の PPAP のゲームがありますね。まあ、みんな遅いですけどね。別にお前ただ初日にリツイートしただけだろ。しかもその情報、リサさんのツイートから回ってきたおかげだろ。まあそうなんですよ。ちなみにこのピコ太郎さんの中の人、ガチのリサっ子ですよ。これ、世間の人あんま知らないと思うけど、めっちゃ重要なことですよ。小坂さんラジオでリサさんのことベタ褒めしてるもんな。ではでは、今回はこの数ある PPAP のゲームの中から、3つ厳選してプレイしていきましょう。まずは、これですね。クソゲーじゃないことを期待したいぜ。それは、多分無理だよ。あ、おトイレ忘れてました。これは、リンゴをペンに突き刺してるのかな？多分そうだな。この動画 PPAP 知らないと全くわからないと思うから、概要欄に PPAP のリンク貼っておくぜ。佐藤さんはとても満足げ。それは昼でも夜でも何曜日でも。今なんかおかしいのあったよね。佐藤さんはとても満足げ。もっと佐藤っぽいやつたくさんいるだろ。なんでそんなとこに食いつくんだよ。さあ、ゲームの続きプレイしていきましょう。背景が変わるみたいですね。なんで電子辞書並みの発音のつなぎ方。流暢さが、全く足りないですね。ああ、これ普通にそのまま読んでも意味不明だからな。そして、右サイドに突き刺す果物の種類が変更できるみたいです。これでパイナップルを選べば、ペンパイナップルアップルペンが完成するな。ですね、これで流行の PPAP を私もできます。とっても楽しみですね。果物にペン突き刺す遊びの何が面白いんだよ。通貨果物と野菜の種類がえげつなく多い。こんな無駄機能誰も求めてないからね。ほんと種類多すぎるよな。そろそろ、パイナップルが出てくるかな？きたー。これで、やっと完成だね。ペン、アップル、パイナップル、ペン。順番間違えました。次行ってみましょう。さっきのはクソゲーだったな。今度のに期待だね。これ PPAP の要素なくね？いや、アップルとパイナップル突き刺してるから、ギリ。そういうもんなのかな？もっとリズムに合わせてとか、あるじゃん。そしてわかりづらいゲームオーバーね。おっと、BGM がちゃんとしてるぞ。ここがしっかりしてるだけでめっちゃ感動もんだよな。雑魚がすぎんだろ。でも、これ安心と信頼のユニティゲームだから、ちょっとは期待できそうだね。ああ、最低限の安心感あるよな。PPAP チャレンジ、とりあえず意味不明ですよね。さっきまででわかったことは、ペンとリンゴとパイナップルがあれば PPAP は完成してしまうってことだな。予想はしてましたが、これもペンで果物を突き刺すだけみたいですね。以上です。